ちは。こんにちは。前回の動画で、はい、13番誰だっていう話で、はい、とんでもないボケかましてたけどちゃんと言っとけよ、お前。戸郷くん、すみません。いや、本当だよまあ今回は、はい、まあ、ジャイアンツに入ってからの話なんだけど、はい、こう、いろいろやっぱシミュレーションするでしょ。まあ、1番、まだしてないですけど。いや、だってさ、原監督はもう明言しちゃったじゃん、はい、1番梶谷って、はい、それに対してのプレッシャーとかあんの？いや、まだないですね。まだない、はい、まあ始まってないからな、ね、今からプレッシャー感じててもな、はい、でも1番という打順嫌いなんだろ。もともとはすごい苦手で。だって言ってたもんな。板垣さんにも多分何回も言ってますし、1番やめてくださいよとかお前わがままばっかり言ってたもんなまあ根本的にこう忙しいのが嫌なんですよ。回の先頭とか何回かとかで来る。いや、だけどさ、最初に1番で立てるっていうのは良くない？気持ちよくない？だから今年それを思いました。だってさ、ビジターだったら綺麗なバッターボックスに入れるんだよ。あ、そこはどうでもいいですね。なんだよ綺麗なとかは。あ、そう全然そういうのは。いや、ピッチャーよく言うんだよ、はい、マウンドで先発っていいなと思うのは、はい、やっぱ綺麗なマウンドを踏めるっていう。誰もまだ今日踏んでないマウンドに踏める、はい、1番バッターってそれ特権じゃない。はい、まあそうですね。ビジターだったらそれ世話しない。もうリズムがちょっと苦手でしたね。何番ぐらいが理想なの？3番ぐらいですかね。1番、こう3番とか7番とかはこう。7番その打順うんぬんじゃなくて、うん、好き嫌いとかじゃなくて、うん、リズム的になんかこうゆっくりかなっていう感覚はありますね、うん、なるほどね、はい、まあジャイアンツって、はい、まあ、対戦してたじゃない、はい、でどういうチームだと思ってた？対戦しながら、まあ、戦略が多いなっていうのを思いましたね。あ、戦略が多い、はい、原監督は、はい、ここで1点取るって時に、まあ、増田君が出てきて、まあ、以前だとあの鈴木貴博さん、うん、そういう役目というか、しかもそこで確実に取ってくるんですよね、うん、そうだよな、まあ、バントもあの坂本だったり丸だったり、まあ、村田修一さんもしてましたし、うん、勝利に対するプレーとかを全部誰でやろうと勝つためにやるっていうのをすごいもう昔から思ってました、うん、そういう野球に対しては、まあ、入っていくんだけど、はい、どういう一番になりたいの？まあ、一番はやっぱり塁に出ることですよね。出塁、はい、うん、やっぱ出塁率、まあ、フォアボールも大事だなっていうのも思いますし、とにかくその出塁率が一番大事、うん、次は、まあ、率ですよね、うん、率を残す。どのぐらい打ちたいの？やっぱり3割は打ちたいですね、うん、今年打った3割をやっぱり継続したいっていうのがあるので、で3番目が、まあ、長打かな。まあ、ホームラン、はい、まあ、ツーベースでもいいですし、ホームラン、ツーベース、ホームランはどのぐらい打つか。20本目指したいですね。そうだな、はい、1番の出塁率がいい20本バッターって言ったら、はい、そういないしさ、はい、価値あるよね、はい、今年あのバッティングがすごく変わったような感じがしたんだけど、はい、何か変えたの、昔から。いや、変えました。なんかバレリーナみたいな参戦してたからな、はい、そうですね。このバレリーナがなくなったからさ、まあいいなと思ってたんだけど、はい、何が変わったの？まずもうオフ入った時に、うん、だから2019年のオフに入った時に、うん、もうバッティングを1回も何日もかけて頭の中でめちゃくちゃ整理して、うん、ここをどう打つとかっていうよりは、うん、自分がどういうバッターで、うん、どこが苦手で、うん、どこが打ててすごい考えて、うん、で今までこう10その時は14年、3年ですかね、やったことを経験も全部こういろいろ思い出して、何個か引き出しあったんで、うん、そういうのをつまみ出しながら結局それが体現できたってことですね、もうざっくり言うと、うん、それはどういうところなの？バットの出し方だとかさ、ステップだとかさ、タイミングの取り方だとかいろいろあるじゃない。タイミングは変えてないんですよ。取り方は、はい、バットの出し方、体の向き、うん、最初から構える、うん、この肩の位置、うん、踏み出す時の足の位置、踏み出す時の体の流れ方は変えました、うん、だからタイミングだけです。それはもう掴んだものだったものになった今年やってて。そうですね、おかしいなと思ったらそこに戻ろうと思ってましたね。あ、それは、はい、それ戻すことができたの？そうですね。で戻すことができたら打てた？そうですね、はい、うん、そしたら大丈夫だね、掴んでるね。そうですね、だから今まではわけわかんないまま、うん、打ってても正直わからない、うん、なんで打ててるかが、うん、
で打てなくなったらもう打てなんで打ててるか分かってない人なんて、うん、打てなくなったらどうしようもできないじゃないですか。まあそうだね、お前催眠術にかかってたから、ね、いやほんまそんな感じでだからそこがあちょっとおかしいなと思ったら、まあ、こうノート開いて、うん、あこうこうやなっていうのを確認して、うん、もう一回それを やる、まあ、チェックポイントができたってことね、はい、うん、もうそれがあるからもう自信はある。そうですね、今年だからそれで打てなくても不安になることがなかったですね。た、はい、うん、ただ今まではジャイアンツのピッチャーと対戦してたけど、はい、今度横浜の DeNA のピッチャーと対戦しなきゃいけない、はい、それに対しては自信あるの？いや僕正直初めてのピッチャー好きじゃないんですよ。いや、はい、誰でもそうだよね。あそうですか、 なんか初物好きみたいな人いないですか、たまに。まあまあね、まあ、だから知ってからの方が対策はやっぱ立てれるじゃないですか、もう普通に、うんうんうん、だからそこの部分では最初がいろんな情報が欲しいなっていう。 DeNA のピッチャーは自分が守っててどう感じてたの？いや、いいピッチャーだなとか思ってた、ずっと。それとも、はい、もうちょっとこうしろよとか思ってた？いや、もうそれは選手により一気に。まあまあ、それはそうだけど、はい、でも相対的に言えば、今から考えると、やっぱそこ対策しとかないとさ、はい、敵になるわけだから。はい、ね、だから、それは何、シミュレーションはしてんの？いや、まだ正直してないです、ね。してないか。はい、今は。うん、誰が嫌そう？これは打てんなって感覚ですか？うん、これはちょっとしんどいぞみたいな、これはちょっと締め直さないかんぞみたいな、ふんどし締め直していかないかんぞっていうのは、まあ、見てて、やっぱ三島かなと思うと思いますけどね、うん、三島はかなりちょっときついかなっていうのは、みんな僕守ってる側でも思ってました。でも三島はさ、その日に対戦するかどうかっていうのは、あ、そうですね、対戦しても1打席じゃない、はい、先発ではそういない。先発誰いますか？今永とかいるじゃない。今永、浜口、うん、大貫とか。大貫、あ、大貫とかもちょっと嫌だかな。でもやっぱ今永はコロナ期間中に紅白戦みたいな感じで立ちましたけど、まあその時多分お互い状態はまだっていう感じだと思いますけど、うん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 、やっぱりこう、あ、いいなってやっぱ思いましたね。やっぱりいいなと思いました。まあジャイアンツ戦はどうなのかな、今永って割と相性良かったんで、いいんじゃないですかね。なあ、今永、東とかはいいと思います。東が特に良かったんだから、はい、だから東の状態もおそらく来年は出てくるだろうし。そうですね、まあでもやっぱり今永ですかね。それ敵にするっていう感覚ってどうよ。俺が横浜を去るときに中日と阪神からあったんだよ、話をね、はい、だけど横浜を敵にしたくないっていうことでパ・リーグに行ったんだよ。あ、それはどういう敵にしたくないですか？いや、やっぱこう、なんていうの、気持ち的に仲間じゃない、はい、だそれがいきなり翌年にこう敵になるっていうのはなんか嫌だったわけ、はい、FA じゃなかったし、はい、だからカジの場合は FA で行くわけだから、はい、別に敵っていうね、はい、まあまあそういう風になるわけだけど、どういう感覚になるのかね。まあまあ特別なのは特別です、やっぱり。そうだよな、はい、それは間違いなくそうですね、うん、まあ、楽しみもやっぱありますね。どういう楽しみがある？ブーイング受ける楽しみ。ああ、それももちろんありがたいことですし、ブーイングだとしても拍手だとしても、それはもうファンの方が決めることなので、どちらにしてもやっぱありがたいことだなと思ってますし、あとはその対戦するっすか、そのピッチャーはやっぱ今までこう後ろから見てて、実際打席だったらめっちゃいい球じゃんみたいなのもあると思いますし、そういう誰々のボールはこんないい球だったんだとかっていうのは楽しいですね、うん、そうだね、はい、宮崎と仲良かったじゃん、はい、ね、最初の対戦の時はセーフティーバントをかましてほしいよなあそこにどういう顔するか。いや、試合終わったら電話来ますよね、絶対。なんで、ね、余計なことすんじゃない、ね、だまあそりゃそうだけどまあでも楽しみだね、その対戦は ね、 ね、はい、まあ、横浜スタジアムでやるのがやっぱ楽しみでしょ、はい、そうですね、対戦とすればな、はい、それはもうもちろん、そうそうだな、はい、まあちょっとまだ早いかもわかんないけど、はい、ちょっと数字の約束しといてよ。数字ですか、うん、まあ3割だろ。そうですね、うん、毎年僕数字は立てないんですけど正直、うんうん、やっぱ3割20本っていうのは打ちたいな、打ちたいな、まあ
目標ですよね、やっぱり、うんうん、でもジャイアンツってエース級がどんどん来るからね。あ、はい、ローテーション的にも、はい、そうですね、うん、やっぱいいピッチャーは当ててくると思いますよね。でもいいピッチャーが打てないという感覚はないもんな。打ってきてるもんな。変なピッチャーの方が嫌だもんな。あ、まあ、知らない方が嫌ですし、やっぱ何回もやってる方がまだいいかな。まあそうだね、はい、まあまあジャイアンツのね、はい、活躍を期待してますが、はい、ね、まあ、数字も3割20本、はい、打てなかったらどうする。打てなかったですか、うん、そうですね、うん、豊さんにおごる、おごる、何しおごる、安いな